第467回竹井照子チャンネルテレラジオ青春野菜見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、今は亡き僕の父親の話ということでね、まあ僕の父親はもう、亡くなってしまったんですが、もう約何年前か、二十何年前かな、64歳で亡くなったんですけど、まあ親父はね、もう子供の頃から、まあ親父が大正14年生まれで、俺を産んだのがもう40歳ぐらいの時やったと思うんですよ。うん、それでもう高齢出産で、だからもう子供の頃なんかそのおじいちゃんと一緒におるみたいな、近所から言われるみたいな感じやったんですよ。だから、なんだろうな、小学校の参観日とか、ほとんど親父は来なかったですね。で、あんまり来て欲しくもなかった。なんかもうおじいちゃんが来たでおい、みたいに言われるのが嫌で。一回ね、小学校4年生ぐらいの時ね、父親参観日で一回来ましたよ。家、まあ、建設業をやってたんでね、ダンプカーに乗ってね、運動場、うわー誰やー言うた。もう、親父やー。ほんで、バーン降りて、黒のサングラスで、オールバックですよ。ほんで、作業着着て、こんな感じでね、着てましょう。俺も知らん顔して、あれ、誰の親やみたいな。な、うわーで、うわー、照井子の親やで、みたいな。じいちゃんちゃうのみたいな。感じやって、なんか嫌でしたね。まあ、なんなんやろ、親父はね、俺が生まれる前のちょこっと前まではもうむちゃくちゃやったらしい、母親に聞いたら。なんかもうね、博打ばっかりしてたらしい。こう、札のね、博打をやってたみたい。むちゃくちゃやったらしい。ほんで、競輪が大好きで、もう、博打で、そんで、まあ、博打でね、買った金をこう、腹巻きに入れてね。で、まあ、俺らがまだ生まれる前です。兄貴らが生まれてる時に、ね、うちのおかんが、あんた、子笑い。子笑いって、子が笑うって書いて、子育てのことを子笑いって言うんですよ。俺、子笑いにお金いるから、ちょっと、合うか、お前、こんな博打のお金で子供育てたら、ろくな子供になれへん。これは使うたらあかん。やらへん、みたいな。ねえ、ようわからんこと言うとったらしい。ほんで、まあ、もうなんかむちゃくちゃやったらしい。まあ、親父は、まあ、あだ名が、ゴンっていう、ゴンタクレのゴンっていう、竹井のゴンさんが、みたいな、背ちっちゃいんやけど、なんか喧嘩っ早かったらしい。だから、13歳の時に、もう、陸軍で戦争も経験してるらしい。だから、軍隊係で、なんかもうこういう感じだったらしいの、親父は。それでまあまあ、寡黙な人であんまりこう喋らない人で、ほんでもう怖かって、博打ばっかりやっとったらしい。ほんでもう、やからというか、博打場で、博打して、買ったら、買った金はもらっていくんだけど、負けたら、払えへんらしい。な、もうそこの、まあ、怖い、こんな人がな、お前これだけはま、払わんかい。どうか、お前、こんな、お前、昼の田舎には、お前、こうやって皆さん、汗水垂らして働いても、こんな、長藩のない札で、こんなお金を、お前、な、もらおうとすることが、間違おうとる。なもん払わんよってわけわからん。ほんなもう周りの人も、人相手にしたらややこしいんだ。もう帰って、みたいなんで。なんかそんな親父だったらしいんやけど、俺が生まれる前に、なんか、建設業の、まあ社長の、まあ資格みたいな建設業の、資格を取って、んでまあ自分で起業して、んでまあ竹井組というのを立ち上げて、そっから後にまあ俺が生まれて。だから、俺がもう、親父のイメージっていうのは、もう本当にもう仕事してる姿しか見たことないんですよ。だからもう、なんか博打してるとか、たまにね、ちょこっとこう、競輪に行ったりとかは、子供の頃、お父ちゃんどこ行ったんって近所のおっさんが言うたら、お父ちゃんチリンチリン行ったって、その競輪自転車チリンチリン行ったって言うとったらしいわ。ほんで、親父にもなんか連れて行ってもらったことある？子供の頃。うん。
駅に着いてね。で、そこからタクシーで小松島競輪っていうとこ行くんですよ。うん。ほんで、何かお好み焼きとか食べさせてくれた覚えてる、うまかった親父と言って。ほんで、帰りなんかようわからんけど、行きはタクシーできたけど、帰りは歩いて。ほんで、お父ちゃんジュース欲しい言うたら、我慢せー！言うたら、あれ、全部バグチで、競輪で負けたんやろな。一銭もなくなったやろな。なんか、そんな思い出あるわ。うん。まあでも、なんなんやな、無口で、怖い親父やったわ。だから、どういうの、親父と、どっかに行くとかいう記憶は、人生の中で、2回、いや、3回か。1回目は、その、子供の頃、おかんが、あんたって、てるいこう、どっかに、湯山でも連れて行った、湯山って遊ぶ山って書くんですよ。それピクニックのことを湯山って言うんですよ。湯山でも連れて行ったら弁当作ったのかな、言うて、一回親父と湯山、近所の蓮池っていう川のところで、川辺で、おかんが作った弁当を食べて、親父と二人で湯山したの、あれなんか嬉しかったな。なんか、未だに思い出は、まあ、タバコ吸ってずっとたまーってサングラスしてね。ほんで、俺が横でなんか、ちょうどその時、ピンクの子、ピンクちゃんは黄色の子、ひよこのね、背中ねじ回した、ピッ、ピッ、ピッってなるやつ、それをずっと真似するのが自分の中でマイブームやって、なんか、それが、おかんが作ってくれた唐揚げとか、こう食べて、また、ピッ、ピッ、ピッとかで、変わらずこう、ピッ、ピッ、ピッやってる横で、親父がサングラス、してタバコ何にも喋らない、そんなん覚えてるわ。そんなんやったわ。1回目で、2回目連れて行ってくれたら小学校、それも5年生ぐらいのとこかな、初めて映画見に行ったの。それが雨の日で、親父の仕事が休みやからダンプカーでテレビ子映画見に連れて行ったろわ。で、連れて行ってくれた。ほんなんもう画面スクリーンが大きい。うん、それ見たときよ。うん、なにこの大きいテレビみたいな。うん、ほんで、親父が、テレビ子、どうやったって、お母ちゃんが。うん、父ちゃんがな、大きいテレビ見に連れて行ってくれた。で、ほんで、何大きいテレビで何見たん言うて、なんか知らんけど、刀で人を切り合いして、なんか鉄砲で殺し合いしとったって、ヤクザ映画。何の映画見に連れて行っとんねんみたいな。それが2回目やったね。まあまあ3回目はちょっと後に話しますけど。そうやね。で、そやな、中学校の時とか、もうやんちゃととかタバコとかね、吸うてるのバレたりしたらね、もう親父が怖かった。もう、先生、学校でバレてね。で、先生、親に言われて。ほんで、親父が仕事から帰ってきて、どうしたんやって。いや、実は、照井子はタバコ吸って、なんやと、こら、みたいな。で、なんか、道具箱のとこ、ごそごそっとしたって、蝶なって言ってね、竹を切る、こう、なたがあるんですよ。それと取り出してね、もう、タバコ吸えんようにしたるわって、シュッてやった、ここね。俺一歩シュッと引いたからよかった。引かへんかった。ほんまに切れてん。あれほんまに口切ろうとした。怖ー思って。そっから何かにつけて、俺が悪いことして、親にバレそうになって、ほんで親父が知った時に道具箱を取りに行った時、姉ちゃんと二人で裸足で近所の公園に逃げるという、そのパターンが何回かありましたよね。ほんでね、高校生の時ね、一回ね、親父がね、サングラスして、もういつもの作業着エリって立てて、ボールバックにして、仕事からダンプ置いて、こう歩いて帰ってくる、もうこんな感じで歩いてないけど、俺部屋からこそっと見て、一回だけね、本当よこれ、スキップしたの、覚えてる。三回くらい、キュン、キュン、キュンって、何があったんや、思ってね。さすがに怖って、あれ何やったんで、陽気かんまま親父死んだんやけど、なんか嬉しいことあったんからね、仕事の段取りかなんかで。ね、まあ高校行くのもね、中学校卒業するときにも、もう俺は大工の職人になる、学校なんか行く、高校なんか行かへんと、親父もさ、そんなもう手に職つけみたいなこと言うてて、なあ、俺の姉ちゃん、4歳年上の姉ちゃんがええ高校に入ったから、俺が中学校から高校受験受けるときに、親父、俺大工の職人になるわ、あおか、これから学歴社会や、高校行かんと殺すぞみたいな。だから親父もやんちゃくれやって、そういう人生やったんやけど、我が娘がええ高校に入って、あ、人生竹池は変わっていくんやみたいな、俺にもこう期待したんやろな。
ほんで俺親父怖かったから、もう付け焼き場で勉強して、地元の徳島県立新たな高校っていうところを受けたのよ。なあ、まあ地元の中学校の先生からもう合格してるかどうか、合格発表の1日前に夜電話かかってきて、でもそれ電話かかってきたと、おかんが電話取って、親父がどうやったって、あかんかったとおかんが言うわけよ。な、俺もどんなもんどうぞ受かるか、どんなもん受かれんねん、大工の職人なんねえで、部屋帰って思いっきり泣いててね。で、次の日、やっぱりどうしてもちょっと自分の目で確かめようと思うんで、徳島県立新たな高校当日、合格発表当日行ったら、俺の名前がバーン入ってて、実は家に電話して、お母ちゃん俺の名前あるやだ、おめでとう。その気持ち大事にして、高校3年間卒業せなあかんで、って言うて、俺、プチドッキリをかまされてたわけよ、親父。親父はおかんに。どんなおかんやと思う。ほんで家帰ったら、その、俺の親父、大工道具買ってて、親父も騙されてて、まあまあ、未だにその大工道具あるけどね。まあ、そういうふうな親父なんですよ。寡黙な人なんやけど。んで、まあ、高校行って、そやな、もう、いろいろやんちゃしたりとか、親父にもこらえて、んで、だんだんね、高2の終わりぐらいか、親父が、なんか知らん、だんだん年老いていく。だからあんだけ怖かったテレビ、こうちょっとタバコくれとかで、それまでタバコなんか吸ったらぬるいこらみたいなやつ、みたいな感じで、ほんでなんかこう弱々しいになってくる親父を見てて、なんなんやろなーってちょっとこう寂しい思いをしたけどね。ほんでまあ俺はまあ高校卒業して、まあ芸能界に憧れて、俺は芸能人になるんじゃ言うて、まあ親は反対した、おかんだけが徳島県阿南市新たの町という町を出るときに、新たの駅で汽車ですよね、おかんがこう見送りに、親父は来なかったけど、んでその一人で汽車に乗ってね、見とけ絶対に俺はこの世界で成功させたろうって、んで小松島駅に降りて、小松島駅から小松島港っていう港、そこで南海フェリーで和歌山まで行くんですよ。ほんで船に乗ってね、よっしゃやったらみたいね。ほんで甲板出てね、最後のこれ徳島の町やって見てたら、その船着き場のところにダンプが止まってるんですよ。でパッと見た、うちの親父がこそっと見送りに来てたんですよ。ほんで俺も嬉しかったけど、なんか声かける、なんか親父もなんか言うてるんやけど、ボソーっとこう言うてて、こう、頑張れよみたいな、あれはね、船の中で俺泣いてしまいましたね。まあそんなんでね、まあいろいろ大阪行っていろいろあって、一回諦めて田舎帰って、ほんで、ねえ、まあまあ、また大阪行って松竹芸能というとこ入って、まあ漫才ビッグブラザーズというコンビで、まあいろいろ賞もらったりして、だからうちの母親とこう授賞式とか一緒にこうね、招待されてテレビに出たとかあったけど、親父は一回も俺の舞台を生では見たことない。まあ、テレビとかでは、まあ、田舎では見てたらしいけど、そやな。それで、まあ、どっちかって、まあ、ちょっと、まあ、売れてというか、ちょこっとテレビ出て、田舎へ帰って、ちょっとこう、調子乗ってて、あの時の親父の言葉がね、未だに忘れない言葉があるんですよ。テレビ行こうよ。あのな、中途半端に帰ってくんな。あのカッチオンさん見てみて、カッチオンさんって親父の友達なんやけど、そのおっさんはまあ大阪である組の若頭までなって、もう大成功して会社も大きくして、ほんでリンカーンというアメ車に乗って帰ってくるんやけど、静かに帰ってきて、近所の人も気づかれへんようにここ帰ってくる、あの帰り方をせ、ちょっと半端にまだな、天下を取ってからこそっと帰ってこいみたいに言われた時に、なんか腹立ってたのと、それと、あ、親父はそういうふうに俺に期待してくれてるんや、みたいな。ほんで、まあ、俺がちょこっとこう、テレビに出たことになんか親父は、浮き足立つことはなかったな。っていう親父でしたよ。そんでね、俺が、25ぐらいの時かな、まあ、レギュラー番組いっぱい増えてね、一番絶好調の時に、まあ、兄貴から電話がかかってきて、実は、親父が癌やと。で、3ヶ月の余命やと。みたいになって、その時に、まあ、一旦ちょっと俺も田舎帰って、
で、家族で、親父も兄貴も姉ちゃんもおかんも、全員で、和食温泉っていうところに行って、全員で生まれて初めての家族旅行、旅行だってその、日帰りやけど、そこ行って、温泉入ってね、ほんで、親父とお風呂入ったの生まれて初めてやわ。ほんで、親父の背中をこう、こすったのも初めてやわ。覚えてるな。ほんで、帰ってきて、んで、みんなでご飯食べて、ほんで、まあ、俺はまた大阪に帰るって言って、まあ、その時に、まあ、船着き場で家族は全員が見送ってくれて、その時に心の中で、まあ、親父ともう、お別れというか、もう3ヶ月後に死ぬんやっていう、なんか、そういう覚悟みたいな気持ちを持ってて、それで、まあ、大阪帰ってまた芸能活動をやってて。ほんで、ある日ね、相方とロケしてた時、また公衆電話じゃあ、携帯電話とかディレクターがしか持ってないような、こんなバッテリーで、こういう携帯、ディレクターが持ってて、ほんで、相方と外でロケしてる時に、その携帯に電話がかかってきて、実は俺の実家からで、親父が危篤やと。ほんで、その時に俺はもう、自分の中でも別れも告げてきたし、今はこれやるべきことってロケやるって言ったら、相方に怒られて、何言うたんねん竹一回やれって言って、兄貴に怒られて、兄貴ちゃん、相方に怒られて、それで慌ててロケを中止して、そのまま船に乗って田舎帰って、覚えてるよ。病院のね、富士病院っていうところの入り口のとこで夜ですよ。俺の親父の一番下の兄弟、まさの坊ちゃんっていうのが俺を待ってるんですよ、ひたすら。そのまさの坊ちゃんもね、もうどっちかだと寅さんみたいな人生を送って、一番親父が長男で兄弟5、6人いてるんですけど、一番もう出来の悪い。まあ、まさの坊ちゃんも死んじゃったけど、もう若い時に大阪であるヤクザの組に入ってて、それを親父が一人で乗り込んでいって、組に乗り込んでいって、まさの坊ちゃんを連れ戻したっていうのが、あるんですよ。ほんで俺たまに大阪帰ってるとき、まさのおっちゃんがたるい子なんかあったらな、わしに言うとき、この組のもんに言うたるかって、そこの組のばっちゃるに、やけど、あんたとっくに辞めてるんやろって、親父に連れ戻された、ただそればっち持ってるだけやろみたいな感じの、そのまさのおっちゃんが富士病院の前で待ってるわけよ。ほんで俺タクシーで行ったら、たるい子来たか来たか早く帰れ言うて、ほんで病室行った。親父がもう既得状態で、兄貴がいてて、おかんがいてて、んでそこにピッ、ピッ、ピッ、ピッってなってるのを、俺が行った時に脈がパーッと上がって、あ、意識がこう、だんだん戻ってきて、喋ることはできなかったけど、意識がパーッと戻ってきて、ピッ、ピッ、ピッ、ピーって、死んだんですよ。それで、覚えてるわ、なんか注射、ニトロを打つんやろね、最後のこう、蘇生みたいなのね、もうそれで、心臓が動かなくなって、何時何分、まあ、ご臨終ですっていう。で、まあ、おかんとかは、姉ちゃん、兄ちゃんとか泣いてたけど、俺はなんかね、涙出なかったな、よう分からん、ポカーンとしてたね。で、まあ、そやな、その時にふわーんと出てきたのが、子供の頃、親父と湯山に行った、ピクニックに行った、それと映画見に行った、それと最後にみんなで温泉行った、それがふわーんと巡ってね。それで親父は64歳という人生を、終えましたけど、それからね、なんか実感がなくて、なんか、大阪に帰ってもなんか家電話した親父おるような気がしてしまってて、ある時あれから5年ぐらい経ってからかな、仕事が終わって家帰ってきて親父の写真見た時、急に涙が出てきて号泣してね、ほん親父おらんねやって、そら10代の頃なんか親父なんか早死んだらええのにとかね、もっと悪いことで好きなことできるのにとか、なんか親父を
とうしがってた時期もあったよ。そんでまあ芸能界で一生懸命やってて、親父と本当に、なんなんやろな、こう酒を酌み交わすとか、一緒にゆっくり話するとかいう、その時間を、俺はその芸能界のことでわーってやってて、今でこそ本当にね、なんか、親父とこう、もう親父生きてたら94ぐらいやろね。だから、64歳という若さで人生の幕を閉じましたけど、やっぱりね、僕はね、まあ皆さんも本当にお父さん、まあご健在でおられる方もおられるし、まあ亡くなられた方もおられるし、で、まあ、いろんなこう、親父に対しての思いとか、親に対しての思いとかあると思うけど、俺は、まあ、やんちゃくれでもあったし、親父はすごくそれで、こう、家の中に対してはすごく厳しかったけど、外面がすごくええ人やって、なんかお人よしで、なんかこう、仕事なんかでもなんかこう、大きいところの会社にこう、譲って、こう、自分は後回しにして、なんか人に利用されてるみたいなことにすごく腹立たしさを抱いてたことがあるのよ。そやけど、まあ、その親父が死んだ時に、その葬儀に来る参列者のそうそうたる人とか、それから花輪が1キロ以上並んだこととか、ああ、親父のその人っていう、それで、まあ、親父は、俺に一回、な、家族におっちゃん見てみろ。黙ってこい。天下取ってから黙って帰ってこいっていう、なんか親父の秘めた、あの人のなんか大きさみたいなのを感じましたし、寡黙な人で仕事しかやってない姿とかしか俺は見てないけど、だから誇りに僕は思いますね、自分の父親を。だからなんか未だにね、親父が生きてればとかいうふうな思いもありますけどね。まあうちのおかんは親父と12歳年下で、一回り下で、で、おかんが17歳の時に、まあ、結婚した。で、俺が高校時代打ち上げられた話なんですけど、てるいこちょっと座りって、お父ちゃんとお母ちゃんなんで結婚したかわかるか、いや、何言うの、見合いかいな。違うで、って、中屋んっていうおっさんおるやろ、ってお父ちゃんの友達の。中屋にな、17の時呼び出されてな、山のとこで、中屋おらんようになって、ほんでな、お父ちゃんが出てきて、お母ちゃんそこで犯されたん。それで結婚してんやって。何の打ち明けやねん。って。だから親父は、おかんのことがずっと好きやったみたいで、それで物にするにも、もう、奪ってしまえ、みたいな感じやったらしい。だから、おかんは、親父しか知らない人生。まあ、母親お前、恥ずかしがってる。こんな、でも、そういう、でもな、俺な、小学校の時ね、寄り合いみたいなのが村であるのよ。ほんで、近所のこう、公民館みたいな集会所のとこで、山手っていう仕出し屋から料理取ってみんなでこう、村の人間がこう、酒飲んでいろいろこう、交流を取るという、そういう集会、これを準備されるのが、おなごしの準備で、うちのおかんとかもこう、準備してるとき、近所のおっさんで、たもったんっておっさんがおるやん。そのおっさんが、うちのおかんの父をこう、揉んでんのを見たことあるね。もうやめてとか言って、ええ父しとんの。これ絶対俺親父に言うたら親父、たもっさん半殺しにするやろな、ってよう言わんかったんやけどね。まあ、そういった話です。何の話やねん。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント、お待ちしてます。おー